はい、こんにちは、ガーヤンです。今日はガンバライジングの第5弾稼働初日ということで遊んできました。ですがこの動画を撮ってるのは稼働初日ではなく稼働2日目です。はい、昨日ですね、妖怪ウォッチの方の動画をアップするのに忙しくてですね、ガンバライジングの方で手が回りませんでした。で、昨日の時点なんですけれども、昨日4000円ほど使って遊んできたんですけれども、ね、今ごくごくゴールドカードキャンペーンをやってまして、かろうじて外務省残り100枚ちょっとだったんですけれども、外務省に応募することができました。はい、ありがとうございます。またね、カード届いたら紹介したいと思います。そして、本日も、2000円ぐらいやってきましたので、合計昨日今日稼働初日と2日目で、6000円ぐらい使いました。6000円ぐらい使ったんですけれども、その中で今紹介しているこれですね、レジェンドレアエクストラの、はい、タジャドルコンボ出ました。やりました。アタッカーのいいカード欲しかったんで、これはめちゃくちゃ嬉しいです。そしてキャンペーンが、子供の大好きなガイムの極みアームズ、はい、そしてこれがオホーゼですね。このキャンペーンカードですね、こういう武器が次々変わるチェインっていうのがありまして、すごく、子供喜んで使ってました。で、破壊力もかなりありますね。はい、私の IC カードで7000を超えた攻撃は初めて、ね、私の IC カードでは初めて見ました。そして、スーパーレアもね、結構出ましたよ。はい、はい、バロンですね。はい、残月。はい、そして外務のジンバーレモン。はい、龍源。はい、バロンのレモンエナジーで、カリスが2枚。はい、これスーパーレアね。そして今回から始まった新しいファッションですね。ファッションの、極みアームズが2枚。そしてフィフティーン。はい、クーガも2枚。はい、これブレイド、そして X みたいな感じでですね、残りは、レアとノーマルなんですけれども、かなり優秀だと思います。60枚で、ね、これだけいいカードが出たのはなんか、はい、結構満足してます。はい、みたいな感じです。でね、まだ大会も始まりますので、早めにまたガンバライダーを強くしてですね、次の大会に備えたいと思います。ということで本日は、ガンバライジング第5弾遊んできたでした。それではまた。